皆さんこんにちは、ダイピョンです。今日も一日よろしくお願いいたします。今回の動画なんですが、実は急遽動画を撮りました。っていうのがですね、前回動画に作ったんですけども、私アストロプロダクツのエアコンプレッサー買いまして、ただ買ったはいいんですけど、かなり音がうるさくて夜使い物にならないということで、何か防音対策をしようということで YouTube 等を検索したらですね、こういった感じで、ちょっと説明すると、エアコンプレッサーがあって、これがうるさいですよと、じゃあどうしますかっていうことで、こんな感じでね、ホームセンターでコンパネ合板買ってきて、箱を作ってスポッとかぶせて防音対策をしましょうっていうような動画がいっぱい上がってて、で今実際に測ってみて、必要なもの、あとは必要な具材とかを揃えて、明日ホームセンターで買ってきて、動画に作って、実際に音が小さくなったかどうか検証したいなっていう動画を作ったりとか、あと、XR250 なんですけども、この XR250 なんですけど、このフロントが、わかるかな、こうベアリングに型はないんですけど、フロントのブレーキキャリパーが固着しがちなんで、キャリパーのオーバーホール動画も作りたいっていうのもあるし、じゃん、こちらのマーベックミニなんですけど、ようやく今届きました。あのね、これ発売しますってアナウンスが出たらすぐ予約したんですよ。それはなんでかって言ったら、絶対 YouTube で受ける、絶対バズると思って即注文したんですけど、届いたのが1ヶ月後の今日12月25日、メリークリスマスでございます。なんでだよ、なんで届くのこんな遅いんだよ。僕はお金儲けできると思ったのに、もう開けるつもりも全くねえよ。なんでだよ。はい、もうね、一番に YouTube でレビューしてれば爆発的にバズったんですけど、今さらね、レビューしても遅いよバカ、届くの遅いよバカってことで、これを動画にしようかどうかっていうのはちょっと迷ってるとこなんですけど、そういった感じでね、いろいろ動画のネタはあるんですが、急遽今回動画を回したのはそれらの報告ってわけじゃなくて、あの ZX25R、 来年出る川崎の 250cc の忍者ですね、のエンジン音が YouTube 上で公開されました。それがね、これです。いきます。やばいよね。やばいっしょ。やばいっしょ、この音。いやー、Z1000 が欲しいとか、MT-09 が本命とか動画で抜かしていましたが、この音を聞いてしまったら、いや、ZX25R 一択でしょって思っちゃったんですよね。いや、あれですよ。この音っていうのは、ZX25R のレブリミットが、おそらく1万7000回転なので、それ前後の音じゃないですか。で、日常使いでそんだけスピードを、まあ、回転数上げるかって言ったらそんなに上げることないと思うんですよ。峠走ったりとか、まあ、高速で100キロ、110キロ、120キロぐらいまで出す時の分回しぐらいしか実際にね、使い道はないんですけど、ただね、こんだけいい音するって思ったらね、 ZX25R、 これはもう買う価値あるんじゃねえかなと思って、はい、そう考え直したっていうだけの、ただそれだけの動画でございます。